アウディ R8E、トロンアットイヤー2011アウディ E、トロンシリーズはアウディが2009年以降発表した、電気自動車とハイブリッドカーのコンセプトカーである。2010年に、デトロイトで発表された2番目の E、トロンコンセプトカーは、ミッドシップレイアウトのスポーツカーで、量産型は、電気式と、内燃機関の派生機種のアウディ R4、または、 アウディアール語として2012年に市販が予定されていたが販売中止が決定された。E トロンの名称はフランス語の報道ではフランス語の笑いを意味する単語に近いトロンとして記載される。この車両はまだ概念の段階で性能の大半はまだ不透明である。4台の電気モーターを各車輪に備えるとみられる。これらのモーターは3320ポンドフィートの トルクを発生する。最高速度は時速124マイルに制限され、完全充電時には150マイル走行できる。構想段階において e トロンは同様に他社との通信や信号等、概念的な技術を備える。最初の e トロンコンセプトカーは2009年にフランクフルトモーターショーで発表された。2座席で、 アウディ R8 に似ていたがより小型で4台のモーターで4輪、駆動だった。これらの出力は2 3 0ットでトルクは 4500Nm で、その結果、0から時速1 0 0トルまでの加速は4.8秒で、ある。4 7 0ラムのリチウムイオン蓄電池を前後に搭載することにより、走行距離は約2 4 8キロメートルで、充電時間は、 家庭のコンセントから充電した場合6から8時間かかる。セラミックブレーキディスクと同様に回生ブレーキも備えておりエネルギーを回収する。この車両をもとに限定生産者である R8E、トロンが開発中であると報告された。2番目の E、トロンコンセプトカーは2010年のデトロイトの北米国際オートショーを発表された。 フランクフルトでの車両よりも小型で、モーターは後輪を駆動する2台だけ備えている。出力は1 5 0ットでトルクは 2650Nm、で0から時速1 0 0トルまでの加速は5.9秒で、ある。類似の生産者ミッドシップレイアウトを特徴とする、ポルシェやフォルクスワーゲンとプラットフォームを共有する QX1 を元に開発中であると伝えられる。 アウディ a 1E トロンコンセプトカーは量産されるアウディ a 1の電気自動車版で2010年のジュネーブモーターショーで発表された A1E トロンは定格出力 45kW、瞬間出力 75kW の電気モーターを備えたシリーズ式プラグインハイブリッドである 254cc の出力 15kW ロータリーエンジンも同様に発電に使用され 走行距離を伸ばす。2010年のパリモーターショーで発表された、このロードスターは、出力2 2 1ットツインターボ TD3.0LV6 ディーゼルエンジンで後輪を駆動し、前輪を出力6 4ットの電気モーターで駆動する、プラグインハイブリッドである。0から時速1 0 0トルまでの加速は4.4秒で、ある。アウディは、い、e、い。 トロンスパイダーを2011年1月にラスベガスのコンシューマーエレクトロニクスショーで発表した。それはパリでの車両とほとんど同じであったがこの時は赤に塗られていた。この車両の性能は同じ仕様が発表され、電子的に速度は155マイルパーアワーに制限されていた。ありがとうございます。